いやいや、寿司屋。はい、じゃあ始めようと思います。1度目のオープニング、アイドルです。お願いします。なかったもん。途中でできるからやばい。カースト制度の一番上に関係女子、一番上や。私は
顔する系の女子な。きつめ。これめっちゃ寒かった。寒かった。寒かった。ちゃん喋りすぎて泣けた。おばさん。なぜなぜ。あ、なぜだって。ケンション笑ってるからね。かわいい。許しちゃう。やばい、めっちゃ気持ちいいな、これめっちゃキャンキャンってもらえる。そう、めっちゃ嬉しい。ナナコさん、いつも言うことなんで。やばい、めっちゃ嬉しい。結構オープニングアイドル長いからちょっと飽きるかもしれんから次行こうか。やばい、いろんな人出てくるから楽しみにしててください。あ、最後にチェキのチェキ投げるから取ってます。サイン入り、サイン。なんか暗いからさ、地下アイドルみたいに。地下アイドルみたいな。変身、それなのかいと思うよ。もう狙ってはが逃がさない。そして
頑張ろうみたいな、めっちゃ食べ放題やって、それで、え、てかさ、でもおしぼりに入れたらよくないみたいな、石橋が言い出して、え、どういうことって聞いてんやんか、ほんまに普通に意味わからんくて、ね、聞かれて、じゃあ、なんか食べ放題の肉って1枚も残したらあかんと思ってて、1枚でも残したら罰金やと思ってて、それがバレたらあかんから、うちの家族もうちもみんなおしぼりの中におりくるんですよ、やばくない、やばい、じゃあもちろん使った後のおしぼりをね、そう、バレるやんな、結局そう、それだから変なで、え、みたいな変な空気になって、その焼肉の場がでそこからちょっと私は疑問に思ったまま過ごしてて、昨日奈緒に聞いたらやっぱおかしいってな、おかしい、おかしい、うちの家族だけやった、直して、直して、怒ってる、怒ってる、直して、ほんまに残してもいいから、うん、残すわ、そう、バレんかったらいける、うん、そうそう、大丈夫、あれは多すぎたらお金取られるんやな、そうそうそう、4人前とか頼んで新品やったら怒られる、そう、手つけたらいい、そう、覚えたえ、おしぼりおらんよな、おしぼりいる人、おしぼりいるめっちゃいると思う、入るってか、そんな2枚ぐらいしか入らない、ちょ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 、余ったまんまおしぼりに家に帰るってことね、じゃあというわけで最後のブロックに行きたいと思います、やばみんなチェキ最後の方にあるから最後に渡します、適当に渡します、前の方行っといて、チェキ欲しい人なおと石橋のやつがマジでやばい、めっちゃいい、チェキ突っ込みに行こう
最後食べようです。